ゲロちゃんです。今日もどうぞよろしくお願いします。ということで今日はですね、ゲロッチョ、YouTube のね、動画を見ていると、最近よくね、その動画の横にね、広告つ、ね、いろんなね、方々の動画が流れてきますが、その中でね、よく流れね、見かけるのは、車中泊。皆さんもご存知だと思います、車中泊ね。言葉とか文字は聞いたことあると思います。そのね、車中泊でね、結構ね、YouTube の中でね、揉めておられる YouTuber 同士がおられます。意見もたくさん言ってる方もおられるんですけどね、そのね、揉めてる内容がですね、商法登録ですね。商法登録、車中泊というね、言葉はね、商法登録をね、するしないとかね、申告、申請したという感じでね、揉めております。要はある YouTuber の方がですね、車中泊という、ロゴですね、車中泊というロゴを商法登録にね、申請しております。それをね、聞いたね、もう一人のね、 YouTuber の方がそれをね、大反対をしているんですね。車中泊という言葉はみんなのものだということで、基本的にね、全体的に、広まった、車中泊という名前だと。だからそれをね、商法登録するのはいかなることもあってもダメだという感じでね、怒っておられるね、YouTuber の方もおられます。ところがね、いろいろなね、他の人のね、意見もね、いろいろとな動画が上がっておりますけども、まあ大体のその動画とかコメントを見ますと、まあその車中泊のね、商法登録をね、大反対している方がね、まあ半分以上はそうだと思います。まあゲロッチョはね、車中泊のね、その商法登録は賛成なのか反対なのかといえばね、まあゲロッチョのね、気持ちで言えば、まあ反対っていうのがね、あるんですけども、その反対してもね、結局的にはね、ちょっとね、厳しい状態じゃないかなと思っております。反対する方々の意見をね、見てみますと、車中泊のね、申請なんてね、通るわけがないという感じでね、言うておられる方がたくさんおられます。商法登録というのはね、その登録するものに対して自分が利益を得ていって、それを誰かに使用されることによって不利益を混じることを防ぐためにね、商法登録というのがございます。要はゲロッチョンで言えば、ゲロッチョンのこのね、今ね、ここなんか文字が入ってるんです。ここにゲロッチョンっていうね、文字を印刷して、この T シャツをね、売ってるとします。そしてね、他にね、業者がね、同じようにゲロッチョンっていう感じでね、印刷して T シャツを売られたら、ゲロッチョンを販売したよりも、そのよそでも売られると、ゲロッチョンの収入っていうかね、利益がね、落ちてしまいますね。それを守るためにゲロッチョンは商法登録をするという感じですね。ゲロッチョンっていうね、文字をね、商法登録する。それを申請して登録が OK になると、他の業者はもうそのゲロッチョンっていうね、ロゴをね、印刷してはダメっていう感じにね、できるんですね。まあ違反すれば訴えることもできます。そういうのをね、いろいろとその人、この個人にしても会社にしても、その利益を得てる、その文字に対して利益を得てる方が誰かの手に負ってね、不利益になる場合に防ぐために、商法登録というのがあります。ということでね、今回のその車中泊もね、そんな感じで申告をね、されているんじゃないかなとゲロチョンは思ってるんですけども、まあ通るか、申請が通るか通らないか、まあゲロチョンが言えばですね、その申請は皆さんには申し訳ございませんけども通ります。なぜならば、車中泊という言葉はもうね、まず登録はされております。今反対されてる方、と思われる方もおるかも分かりませんけども、車中泊っていう言葉と文字はね、もう登録はされております。まあでも登録、そのね、商法登録にもその区別っていうものがあります。いろいろな枠、その
殺虫宅であっても、その殺虫宅のロゴに関してのいろいろな分別があります。その区別の中でいろいろとその申告する人が応じた、ね、利益を、ね、得る応じたものを取り上げて申告するのであって、だから殺虫宅とあっても、その殺虫宅は全部使ったらいけないのかというんじゃなくって、この殺虫宅登録を OK された中にはその区別というものがあります。要は一つは印刷、さっきもゲロチュンが言うたように印刷ですね、T シャツに印刷したり、ね、紙に印刷したり、雑誌とかの印刷、印刷にその殺虫宅っていうのを、ね、書いてはいけないよっていう感じの区別もあります。その区別的区別的なものがあって、それに応じて申請をしていって、それで審査が通るか通らないかになっ ております。だからね、今ざっと軽く見たんですけども、印刷系統ですね、印刷系統の、車中宅はもう、登録されております。だからね、皆さんが T シャツや、ね、他の雑誌に自分らで作ってゲロ、車中宅っていうね、文字を入れて販売することはできません。登録された人の許可がない限りはできないんですね。それで印刷の方はもうね、登録はされております。もう一つもなんか登録されておりました。そしてもう一つの枠の方はね、なんかあったんですけども、それ今ね、どこかの会社が申告しております。そして今ね、YouTube で問題になっている車中宅ね、申告の件でなっている会社は、まあ皆さんもネットで調べたら分かりますけど、会社名ね、ありますが、その会社はね、一つの枠ですね、一つの区別の枠に対して申告をされております。それはなぜか、どこの申告の区別かと言いますと、インターネットです。そう、今皆さんが見ている YouTube もそうです。そして他のね、ネットをね、探っても Amazon にしても Yahoo をね、Yahoo Japan にしても、そして Google さんにしても、いろいろな広告とか出てきますよね。その広告に対して、そこに車中宅っていうのを勝手に載せさせないために申告をされているっていう感じになっております。だから、ね、その申告が通ると、今 YouTube で車中宅という感じでね、出している方々の動画は一切削除しないといけなくなってきます。まあ、削除しなくてもいい方法は、もう申告された方が別にいいですよっていう感じに取っていただければ、今の状態のままで使用していくことができますが、登録された方の気持ち次第で変わります。登録された方がね、いやそんなことしないよって言うとたかって、お前気に入らんからもう全体的に、ダメにしてやるという過程になったら、またダメになりますからね。法律上ね、申告が登録されてしまえば、法律上はね、使用することは不可能です。不可能というのも、使用したらね、訴えられてね、賠償金が発生するっていうこともございます。ということでね、そういうね、今ね、申告されている方、車中宅をね、申告されている会社がございます。それを反対するYouTuber もおります。ところがね、もう今回はもう先ほども言ったように、まあ、登録の申請は登録 OK が出て登録されます。もう登録はもうされるでしょう、うん。そして、まあ、インターネットの中の慣例の中の申告ですので、まあ、インターネットに関しての中の車中宅は、まあ、法律上使えないということになると思います。でもね、その申告されている会社のね、YouTuber ね、YouTube をね、流しております動画をね、昔からずっと流して、もうその話題の台にはもう車中宅というのを必ずほとんど入れてやっております。そしたら、その車中宅で YouTube の動画だけで申告がでしてと申請をして登録が OK になるのかって言ったらね、それはね、ならないと思います。多分ね、今そのね、申告されてる会社はそれ以外にね、ネットで、そういう車中宅のね、運営をされてるんじゃないかなと思います。その運営に対して不利益が発生しては困るということで
申告をされてるんじゃないかなと思っております。だからね、YouTuber が YouTuber が自分が出してきたそこの動画に関してのインターネットの規制はね、ゲロチはできないと思います。これね、運営じゃなくて YouTuber の方は申し訳ないんですけど、運営じゃなくて Google さんに雇われて、いろいろと広告をしているという、その利益を得ているだけであって、簡単に言えば会社の社員ですね、 Google さんの社員っていう感じに扱われてしまう恐れがあるので、 YouTube だけの動画ではね、申請は難しいと思います。だから申請している会社はそれ以外にね、その車中泊と使ったもので運営をされていると思います。じゃあね、車中泊、そのインターネットでね、運営がね、されて、その申告がもし登録ねされたとします、まあ登録すると思います。もう登録されたらどうなるか、まず登録された会社がもう YouTube ではね、車中泊というのはあげないでくれと言ったら、あげることは一切できません。ところがですね、今、先ほど前にも言ったように、車中泊で印刷の区分はね、もうね、登録はされているので、印刷はね、その会社はできません。でも、印刷はすることはないんですね、その会社は。要は、ネットです。ネットで、あれができるんですね。ネットで、写真集。要は、ネットの中の写真集で、車中泊と入れることはできるんですよ。それを他の業者っていうか、他の人が、それができなくなるんですね。車中泊っていうのを登録が OK になると、インターネットの中の写真集とか、インターネットの中でね、雑誌とか本とかありますよね、その中で対して車中泊ということをつけることができなくなります。多分ね、今回申請してる会社はそれがね、目当てやと思います。いや、 YouTube を上げるのをね、否定するんじゃなくって、自分らこれからはそういう事業を大きくしていきたいんだと思うんです。 YouTube はただの広告ですね。その会社にとっては YouTube はただの広告であって、本業があると思います。本業ですね。本業をうまくとね、回るようにしたいために、車中泊というね、商法登録をね、申請しているとゲロチョンは思っております。だからね、そういうね、いろいろとね、反対して意見を言ってくるかも、言うてる。そうやってね、いろいろとね、反対されてるね、方々おりますが、これが現実です。現実は、登録は申請すれば、OK が出ます。だからね、車中泊というね、言葉をね、登録ね、そんなもできないわ、と思っている方もおられると思いますが、でも、もうね、登録されているとね、会社もございます。そして、まあいろいろとね、細かくね、調べたらいろいろなことが分かってくると思うんですが、ゲロちゃん軽くチチチって見ただけなので、あんまり細かいことは言えませんけども、まあこれからね、まずその会社はね、申請が下りて、まあその後のね、態度ですね、どのような感じでね、やっていくのか、多分ゲロッチョの予想ではね、YouTube の中のね、車中泊はしばらくの場合は放置されると思います。自由に使ってくださいよって感じで、そしてその以外に自分らが運営していこうとしていることをどんどん積み上げていって、要はゲロッチョンが考えているのは、まあ写真集とか雑誌とかね、車中泊の、ね、雑誌とか作ったりといろいろとやっていくんじゃないかなと思います。そうするとよその企業が入ってこれないんですね、そこのインターネットの中に。その車中泊という言葉を使って入ってこれなくなる。それをね、目当てで大きくしていこうと思っておると思います。それを大きくするためには何が必要かといったら、今皆さん見てるように YouTuber が必要です。 YouTube ですね。その YouTube で皆さんが車中泊の動画を上げてくれることに応じて、その会社が運営が大きくなれるんですね。ただ勝手に宣伝してくれてることですよ。広告ね、 CM というか宣伝をしてくれてるんであって、その企業にとってはね、これからはね、すごく有利的なものになると思います。だから
YouTube の中の動画ではね、規制はね、ないと思います。規制が出てくるのは多分ね、YouTuber の中でね、その会社を困らせてやろうかという感じで、いろいろなマイナスのね、動画を上げ出したら規制が入れよるんじゃないかなと、入れるんじゃないかなと、規制をね、入れるんじゃないかなと思います。ということで今回このようにいろいろとね、車中泊のね、商法登録に関してね、問題になっておりますが、まあこれは結果的に、まあ現地的に登録、まあ申請は通るでしょう。ということで今後ね、その会社がどのようなね、行動をしていくのか、多分ね、その会社はね、もし申告が、まあ通ると思いますけど、通ったらその会社は大きくなっていくでしょう。まあそういう感じでね、いろいろとね、問題も受けておりますが、まあ今回の車中泊だけではなくて、他にもね、いろいろなね、ロゴとかマークとかあります、商品名ね、そういうものをね、今後はね、いろいろなね、方々がね、どこね、関わってきて取ろうと一生懸命になっていくんじゃないかなと思っております。だからこれからインターネットの時代です。 YouTube ね、もうテレビダメなんてね、この YouTube の時代にはなっていくでしょう。その YouTube の時代になっていく先取りで、今回は車中泊を狙われたということですね。ということで今回ね、こういう感じで終わらせていただきたいと思います。ではね、バイバイ。